クリスマスツリーとクリスマスプレゼントクリスマスは、大多数のキリスト教教派が行う、イエスキリストの降誕を記念する祭り。キリスト降誕祭、降誕日、聖誕祭、ノエルなどとも呼ばれる。クリスマスという英語は、キリストのミサという意味に由来する。ほとんどの教派で、教会歴上の12月25日に祝われる。あくまで、キリストの降誕を記念する日であり、 イエス・キリストの誕生日というわけではない。イエス・キリストの誕生を記念する年中行事で、主に12月25日に、世界中の何十億人もの人々の間で、宗教的、文化的に祝われるものである。キリスト教の天霊年の中心的な祝祭であり、アドベントの季節に先立ち、西洋では、歴史的に12日間続き、12夜に最高潮に、 達するクリスマスの時期を開始する。クリスマスは多くの国で祝日となっており、大多数のキリスト教徒が宗教的に、また多くの非キリスト教徒が文化的に祝う。クリスマスを中心に構成される、ホリデーシーズンの重要な部分を形成する。新約聖書に記された伝統的なクリスマスの物語、イエスの降誕は、イエスがメシアの予言に従って、 ベツレヘムで生まれたとするものである。ヨセフとマリアがこの町に到着した時、宿屋に部屋がなかったため、馬小屋を提供され、そこですぐにキリストが生まれ、天使がこのニュースを羊飼いに告げ、羊飼いがそのニュースを広めたという。イエスが誕生した月日は不明であるが、四世紀初頭の教会では12月25日と定めていた。 これは、ローマ歴の当時に相当する。春分の日でもある3月25日の受胎告知から、ちょうど9ヶ月後である。多くのキリスト教徒は、世界各国で、おおよそ採用されている、グレゴリオ歴の12月25日に祝う。しかし、東方キリスト教会の一部では、クリスマスを、旧ユリウス歴の12月25日に祝い、これは、 現在、グレゴリオ歴の1月7日に相当する。キリスト教では、イエスの正確な誕生日を知ることよりも、神が人類の罪を償うために、人の姿でこの世に現れたことを信じることが、クリスマスを祝う最大の目的であると考えられている。各国で、クリスマスに関連する祝いの習慣には、キリスト教以前、キリスト教、 世俗的なテーマや起源が混在している。現代の一般的な習慣としては、プレゼントを贈る、アドベントカレンダーや、アドベントリースを完成させる、クリスマス音楽やキャロルを演奏する、キリスト交短劇を見る、クリスマスカードを交換する、教会の礼拝、特別食、クリスマスツリー、クリスマスライト、キリスト交短シーン、ガーランド、リース、宿り着、 ヒイラギなど様々なクリスマスの飾り付けをする、などが挙げられる。さらに、サンタクロース、ファーザークリスマス、セーニコラス、クリストキントなど、クリスマスシーズンに、子供たちに贈り物をする人物と密接に関連し、しばしば交換される人物がおり、それぞれ独自の伝統と言い伝えを持っている。プレゼントを贈るという行為や、その他多くのクリスマス行事は、 経済活動の活発化を伴うため、小売業者や企業にとって重要なイベントであり、重要な販売期間となっている。過去数世紀にわたり、クリスマスは世界の多くの地域で経済効果を着実に高めてきた。新約聖書には、キリストの降誕について、ルカによる福音書、第二章十節及び、マタイによる福音書、 1> 第1章18節第2章18節に記述があるが、誕生日を特定する記述はない。クリスマスは、降誕を記念する祭日と位置づけられているのであって、イエス・キリストの誕生日とされているのではない。イエス・キリストが降誕した日がいつに当たるのかについては、古代からキリスト教内でも様々な説があった。また、キリスト教で最も重要な祭りと、 位置づけられるのはこの祭りではなく、復活祭である。325年5月の第1、2回夜公会議において、キリストの降誕を祝う日について議論された。日付の候補は、主なものだけでも、1月6日、2月2日、3月25日、3月28日、4月2日、4月19日、4月29日、5月20日、11月8日。 11月17日、11月18日、12月25日があった。このうち古代共和制ローマ時代のローマ歴において当時の日とされていた12月25日が交誕を祝う日として次第に定着していった。12月25日に交誕祭を行う風習は遅くとも354年には西方教会で始まり4世紀末には 東方教会の多くにも広まった。古代ローマの宗教の一つミトラ教では、12月25日は、不滅の太陽が生まれる日とされ、太陽神ミトラスを祝う当時の祭りであり、これから派生して、ローマ神話の太陽神ソル・インウィクテスの祭り、ともされていた。これが、高単祭の日付決定に影響したのではないかとも、推察されている。 12月25日を高誕祭とする風習が定着する以前には、アルメニアやギリシアなどで1月6日節が採用されており、また、キリストの高誕の記念と同時に、キリストの洗礼の記念を祝っていた。現在でもアルメニア首都教会においては、教会歴上の1月6日に、キリストの高誕の記念と同時に、キリストの洗礼の記念が祝われる。1月6日は、 アルメニア共和国の法定祝日となっている。教会歴における、高誕祭の日付の概要。教会歴の1日は、日没から始まり、日没に終わる。12月24日の日没からクリスマスが始まり、12月25日の日没にて終わる。高誕日は、大多数のキリスト教教派では、毎年12月25日に祝われるが、 東方教会のうちユリウス歴を教会歴として使用する教会では、ユリウス歴12月25日に祝われる。また例外的に、アルメニア首都教会では、教会歴上の1月6日に祝われる。キリスト教に先立つユダヤ教の小読み、古代ローマの小読み、及びこれらを引き継いだ、教会歴では、現代の常用時とは異なり、日没を1日の境目としているので、 クリスマスイブと呼ばれる12月24日の夕刻から12月25日朝までも、教会歴上はクリスマスと同じ日に数えられる。したがって、教会歴では、クリスマスは12月24日の日没から12月25日の日没までである。12月24日の昼間はクリスマスイブではなく、24日の日没以降がクリスマスイブである。 伝統的には、クリスマスイブの夕刻版には、晩歌を行って、交端の喜びの先取りとし、羊飼いが、天使から交端の見つげを受けたとされる夜中には、深夜ミサあるいは、鉄や灯などと呼ばれるミサ、生産式、方神礼を行う。そして、25日の午前には改めて交端を祝う、ミサ、生産式、生体礼儀を行う。西方教会聖堂に飾られた、 高端場面西方教会では、高端節は12月24日の日没から始まり、1月6日に、東方の三博士の来訪を記念する、高原祭を祝って。より正確には、エピファニーの前日1月5日の日没、12夜までが、高端節で、クリスマスの12日と呼ばれる。あるいは、現代のカトリック教会では、主の洗礼を記念する。 公言最後の手術までを、公単節とする。そして公単節の期間中、公単日から数えて8日目に当たる1月1日は、イエスの命名、活稽を記念する、イエスの生命の祝日として祝われる。あるいは、現在のカトリック教会では1月1日を、神の母聖マリアの祭日として祝い、合わせて、イエスの命名も記念される。また、 12月24日の4週間前の主日から始まるアドベントをクリスマスの準備期間として祝う。多くの聖堂の内部あるいはここ際でアドベントからエピファニーまでの間、キリスト降誕時の情景を表した模型、降誕場面が飾られ、それを見て人々はその出来事に思いを馳せる。東方教会東方教会のうちギリシャ聖教とも呼ばれる、 東方正教会では、エルサレム総主教長、ロシア正教会、セルビア正教会、ウクライナ正教会、グルジア正教会など、そして、東方諸教会、非カルケドン派正教会に分類される、コプト正教会などは、ユリウス歴の12月25日に高淡祭を祝うが、いわゆるギリシャ正教のうち、コンスタンティノープル総主教長、ギリシャ正教会、ブルガリア正教会、 ルーマニア聖教会などでは、修正ユリウス歴の12月25日に執り行う。非カルケドン派聖教会に分類されるアルメニア首都教会では、教会歴上の1月6日に行う。聖教会では、高淡祭と、主の洗礼を記念する、神元祭とは、方針例として一連のものであり、構造は同じである。高淡祭の祭り前期には、 聖劣祖の手術で元祖、アダム以来のキリストの肉による先祖を、聖聖祖の手術では、神の祖父母ヨアキムと、アンナら歴代の義者を記念する。そして交誕祭の期間中の1月1日には、主の活霊祭を祝う。誤解されがちなこととして、東方教会では、エピファニーの日に交誕を祝う、と言われることがある。年月を減るごとに、ユリウスレキは、 本来の太陽年とそれに近いグレゴリオ歴からズレが生じて20世紀から21世紀の今たまたまユリウス歴12月25日がグレゴリオ歴1月7日になっているだけでありユリウス歴とグレゴリオ歴の違いはあれどあくまで12月25日が交短日なのであるただし一つ例外としてはアルメニア首都教会では1月6日に交短祭と 神元祭りを同時に祝う風習がある。東方聖教会では、正式なフルネームとしては、出身我が旧聖主イーススハリストスの高誕祭などと呼ばれる。聖方教会では、ラテン語、フェスタムネティビテーティスドミニノーストリー、イエズ・クリスティそれを短縮した、ラ、フェスタムネティビテーティスドミニ、あるいは特に、高誕日を指して、ラ、ディエス・ネタリス。 イエズ・クリスティなどと呼ばれる。日本語での遠祭りの呼び方には、英語のクリスマスに由来する。クリスマスの他に、高誕祭、高誕日聖誕祭、聖夜などがある。英語のクリスマスは、キリストのミサに由来する。これは、古英語のクライスツ・メスが、中英語において、クレスティマスとなり、現在につながる。ヨーロッパ各国語では、キリストの誕生あるいは、 キリストのにあたる部分を省略した、誕生を指す言葉で遠祭りを指す例がよく見られる。以下の表において、誕生は、日本語におけるキリスト教用語の、高端と書き表す。太字は、アクセント位置を表す。中世から現代ギリシア語読み。古代ギリシア語では、クリーストゲンナ。教会ラテン語読み。古典ラテン語では、クリスティーナーターリス。 東アルメニア語読み。西アルメニア語では、スルプザムント。AB マドリード首都圏での発音。複数形であることに注意。つまり、クリスマスイブからエピファニーにかけての、交短、節を指す意味もある。東方教会では、ローマカトリック教会に由来する、マスという語を含む、クリスマスという語を避けて、英語では、ネイティビティという語が用いられる。英語。 クリスマスを略記する際には、キリストの語源である、ギリシア語、ローイオタシグマタウの頭文字である、または、それと形が、同じラテン文字、X を、クリストの省略型として用いている。そのような例は、中英語では、ロー、S マッセが見られる。また、現代の英語圏では、クリスマスや、X マスが頻繁に見られる。他に、アポストロフィーをつけた。 XY ムアズ、クリストのスエアザトーンを添えた、ズマズや、ズマズ、ロイオタシグマタウノとに文字を、ラテン文字に置き換えた、ズプマズなどもある。かつて、日本では、アポストロフィーを用いた、XY ムアズ、X マッシュの表記が、和製英語とする俗説や、アポストロフィーを付するのは、誤りとする説、現在は、アジア圏でのみの使用とする説などがあった。 イングリッシュの代表との誤解もある。しかし、歴史的に和製英語でないことは、19世紀の書籍でも確認できる。現在の英語圏でも出版物などで一般的に使用されており、ツイッターにおいても、米国のラジオ局が発信したツイートや、英米の著名人、一般人のツイートにも見られる。ロシア語での略記は、の頭文字から取った、で表される。 ロシアでは、聖堂などに、と、ネオンサインで表示する様子がしばしば見られる。ヨーロッパやアメリカ州などでは、クリスマスは、基本的に自宅で家族と過ごすものである。英国や米国などでは、クリスマスの随分前から一緒にクリスマスリースや、クリスマスツリーを作ったり、家や教会を飾り付けるなどの共同作業をすることで、家族や、信徒同士で一緒に過ごす喜びを確認する。 そしてクリスマスの当日には家庭料理を味わうのが一般的であり、あえて外出するのはクリスマスあるいはクリスマスイブのミサ、礼拝に参闘するため教会に行くくらいである。キリスト教圏の中でもカトリック教会の影響の強いイタリア、フランス、スペイン、ポーランドなどではクリスマスは教会歴通りクリスマスイブに始まり1月6日の公原祭に終わる。 クリスマスの飾り付けは12月23日頃に行う。24日はクリスマスイブとして夜を祝う。大人たちは12月初旬からクリスマスにかけて愛情を込めた言葉を記したクリスマスカードを郵送し合う。子供たちがクリスマスプレゼントをもらうのは東方の三博士が幼子イエスを訪ねて贈り物を捧げたことを記念する。 高原祭にあやかって1月6日である。クリスマスの飾り付けは1月6日を過ぎてから取り払われる。イギリスではサンタクロースが12月25日にプレゼントを持って来るとされる。クリスマスの日には台所周辺に宿り着が飾られる。19世紀のイギリスを中心に宿り着の下に偶然女性が立った場合、その女性にキスをしても良いとする習慣があった。 ドイツ・ベルニゲローで市長ドイツの一部地域やオランダなどでは12月6日が聖ニコラウスの日で子供たちは聖ニコラウスからプレゼントをもらうかニコラウスが連れてくるクネヒトループレヒトに罰を与えられる。プレゼントをもらえるのはそれまでの1年間に良い子だった子供だけで悪い子は石炭を与えられたり木の枝で打たれることになっている地域もある。 さらに12月24日のクリスマスイブにもプレゼントが配られる。ドイツ語圏で24日にプレゼントを持ってくるのは北部ではバイナーマン南部ではクリストキントとされている。ドイツやオーストリア各地の街ではアドベントからクリスマスにかけて街の中心部の広場にクリスマスマーケットが立ち、クリスマスプレゼントや 家庭でのクリスマスの祝いに備えた食品や飾りなどを買ったり、グリューワインを飲んで温まる。他にもドイツはクリスマスツリーやアドベントリース、アドベントカレンダーなど西方教会圏の多くに伝わるクリスマスの諸風習の発祥地とされる。近年では日本でもドイツ風のクリスマスマーケットが催されることがある。ナチスドイツ時代貧しい人への クリスマスプレゼントナチスドイツにおけるクリスマスは、ナチ党のイデオロギーと整合させるための努力の賜物であった。ユダヤの出自を持つユダヤ人の救世主、イエスの誕生を記念する行事であるクリスマスは、ナチスの人種主義と折り合いをつけるのが困難な催しであった。そのため、1933年から1945年まで政府当局は、 民間行事としてのクリスマスからそうした宗教的側面を排除し、キリスト教の出現以前から催されてきたゲルマン人伝統の祝祭であることを強調しようとした。その流れの中で 3B 以カの歌詞やクリスマスの飾り付けは世俗化されたが、教会や家庭における祝われ方は本来のキリスト教的な様式のままであった。イタリアのほとんどの地域では、 プレゼントを持ってくるのは魔女のベファーナとされる。スカンディナビア諸国を中心とする北欧のクリスマスはユールと呼ばれ、12月13日のセールチア祭から始まる。古代ゲルマン人の当時祭の影響を色濃く残しており、ユールオートと呼ばれる藁で作ったヤギを飾ること、妖精がプレゼントを持ってきてくれることなど独自の習慣が見られる。また、 クリスマスの時期は真冬であるため、小鳥たちがついばめるように、ユールネックという麦のほたばを立てる習慣もある。ポーランドのクリスマスは、キリスト教世界の多くの国と、同じく、最も大きな年間行事の一つである。クリスマスの儀式は、古代から何世紀にもかけ徐々に発展してきた。カトリック教会によるポーランドのキリスト教家が、 行われる中で一部の非キリスト教の古い宗教的な習慣が結びつき、その後地域の伝承や様々な民族文化と相互に影響を与えながら広まった。クリスマスイブの日には装飾され光るクリスマスツリーが今に飾られ、また大抵は教会の外や公共スペースに置かれる。ポーランドにおいてクリスマスはボスならどじにと呼ばれる。モスクワ聖。 ワシリー大聖堂の元日聖教会見に含まれる、ロシアでは、クリスマスは俗称、冬祭り、サンタクロースは、マロース、じいさんと呼ばれており、スネグウラチカを連れているとされる。ロシア聖教会、セルビア聖教会など、ユリウス歴を使う、聖教会の交誕祭は、1月7日である。そのため、グレゴリオ歴の大晦日元日は、 クリスマスの前祝い的な位置づけとなっている。ロシア正教会では、あがめ褒めよ、が教会におけるクリスマスの挨拶である。世俗的には、皇坦と共にという挨拶がよく用いられる。ソビエト連邦時代のロシアでは、クリスマスは伝統的な祭りとして禁止こそされなかったものの、政府側は良い顔を見せず、キリスト教的な考えを壊そうとする。 ソビエト共産党の意向に沿ったものにするなど、政治色の強いものとなっていた。特にヨシフ・スターリンの時代では、クリスマスがスターリンの誕生日の4日前ということもあり、クリスマスツリーにスターリンの写真を吊るすといったことも行われた。子供はサンタクロースに手紙を書く代わりに、クレムリンに平和への感謝を記した手紙を書くように強いられた。 宗教弾圧が行われていたソビエト社会主義、共和国連邦は、表向き大々的に高渾祭が祝われることは、なかったが、ソビエト連邦の崩壊後の旧ソ連諸国では、再び高渾祭が、大々的に祝われるようになった。正教徒が、多数派を占めるルーマニアだが、ルーマニア正教会では修正ユリウス歴を、採用しているため、21世紀現在は、 西方教会と同日の12月24日から25日に祝われる主要な年次の祝祭である。クリスマスの祝賀はルーマニアのキリスト教旗後に導入されたが、社会主義時代には宗教、イエスキリスト、教会の概念は禁止された。民主化ともにルーマニアのクリスマスは再開され、よりお祭り色を強めた。クリスマスの祝祭シーズンは11月30日の 首都聖アンデレの日から始まり、1月7日の洗礼者、ヨハネの祭日に終わる。この期間に祝われる主要な祝祭日として、12月1日の、統一記念日、聖ニコラオスの日、聖イグナティオスの日、クリスマスイブ、クリスマス当日、聖ステファノの日、主の活霊祭、神元祭りがある。ベツレヘム、聖誕教会前の広場ユダヤ教とイスラム教が、 多数派のイスラエル・パレスチナだが、パレスチナ人やアルメニア人などのキリスト教徒も、古くから住んでいる。キリスト交代の地とされるベツレヘムや、聖墳墓,墓教会が立つエルサレム旧市街、オリーブ山などが含まれる東エルサレムは、パレスチナ自治政府の領域である。またイスラエル直轄地にも、ナザレやガリラヤ湖畔が含まれる、ガリラヤ地方などは、やはり、キリスト教徒が多く住む。 聖誕教会などがある聖地ベツレヘムでは、クリスマスの祝祭は3つの異なる期間に取り行われている。12月25日には、カトリックや聖公会など聖法教会によって、1月7日には、聖教会、コプト聖教会、シリア聖教会など東方教会の多くによって、降誕祭が祝われ、さらに1月19日には、アルメニア首都教会によって、 キリストの交誕と洗礼が同時に祝われる。アメリカ合衆国では、その建国の経緯から、イギリス流のクリスマスが一般的で、日本のクリスマスも英国、米国流を受け継いでいる。この日の前に、クリスマスの挨拶にと、クリスマスにちなんだ絵はがきやカードを送る習慣がある。また、プレゼントを家族全員で交換し合う習慣がある。 1960年代からアフリカ系アメリカ人の間でクリスマスの翌日からアフリカ民族の伝統を祝うクワンザーという行事を家庭で行うことが増えている。近年では宗教的中立の観点による配慮とそれに対するキリスト教側の一部からの批判が問題となっている。マリアとヨセフがオアハカ風の衣装をまとった。 交端場面メキシコのクリスマスは12月初旬から1月6日にかけて祝われる。また、これに関連する最後のイベントは2月2日に行われる。クリスマス期間中は、キリストの交端を人形で再現したものや、ポインセチや、クリスマスツリーなどを見ることができる。クリスマスのシーズンは、メキシコの守護聖人であるグアダルーペの聖母にちなんだ、祝祭や、 それに次いでラスポサダスやパストレラなどの伝統的な行事が行われる。ミサや祝祭はクリスマスイブから始まり、東方の三博士が訪問する1月6日の高原祭を経て、2月2日に幼子イエスの神殿奉劇を記念する聖職祭を祝って終わる。これらの伝統的行事は、 スペイン植民地時代に入植以前からの伝統とスペインの伝統が混ざり合ったもので後にはドイツやアメリカの伝統を取り入れ形成されたハワイのクリスマスは西欧諸国と同様毎年行われる重要な祝祭の一つであるハワイにおける祝祭としてのクリスマスはこの地を訪れたプロテスタントの宣教師が紹介したもので1820年以降に始まったと 考えられている。その伝統的な要素のほとんどは宣教師が持ち込んだものである。ハワイの住人が今日のような形でクリスマスを祝う以前には、マカヒキという祭りがあった。このマカヒキが催される4ヶ月の間、すべての争いは禁じられていた。当時からすでに、あらゆる人へ平穏と善意があるようにという、祝祭としてのクリスマスのエッセンスがあったと言える。 南半球からのメリーサマークリスマス、オーストラリアや南米など、南半球の国々では、クリスマスは、真夏となる。そのため、クリスマスパーティーは、屋外や、プールなどで開催されることも多い。インドネシアのクリスマスは、現地ではポルトガル語でクリスマスを意味するナタルと呼ばれる。インドネシアでは、約2500万人のキリスト教徒が存在し、 全国各地で様々な伝統を持ってクリスマスが祝われる。キリスト教徒が多い地域では祝祭や地域の料理でクリスマスが祝われるが、その他にも大都市のショッピングセンターなどではプラスチック製のクリスマスツリーやシンタクラース、シンタークラスの飾り付けが行われる。テレビ各局ではクリスマスの特別番組が組まれ、毎年恒例のクリスマス音楽コンサートや、 政府主催のクリスマスの祝祭が放送される。クリスマスには、伝統的な食べ物のほかナスター、カステンゲル、プトリサルジュなどのお菓子が供される。サンタクロースクリスマスツリーの習慣は、中世ドイツの神秘劇で、アダムとイブの失楽園物語を演じた際に、使用された樹木に由来している。またクリスマスツリーに、飾り付けやイルミネーションを施す風習は、 19世紀以降のアメリカ合衆国で始まったものである。フィンランド、ヘルシンキでの2021年のクリスマスパレードでのサンタクロースイギリスやアメリカなどのクリスマスではサンタクロースが強調されるが、この原型はオランダの民間伝承のシンタクラース、またさらに遡ると古代アナトリアに実在した聖人、ミラノ・ニコラオスだと考えられている。 12月24日または25日、あるいは1月6日または7日に、クリスマスが祝日と定められている国ヨーロッパやアメリカ州など、キリスト教徒が多数派の国々、さらに東アジアでは、大韓民国、香港、マカオでも、クリスマスは法定祝日である。西欧諸国の多くでは、12月24日から1月1日まで、クリスマス休暇が続く。 12月25日は、ロンドン地下鉄や、ロンドンバスは全線運休になる。一方、米国では12月25日と1月1日だけが、祝日で、あとは、個人で、おのおの有給休,休暇を取得して、休むのが、一般的である。軍も、休暇となり、基地や、宿営地は閉鎖され、派兵中でない兵士たちは自宅へ帰宅する。キリスト教が、 近現代に伝来した諸国のうち、クリスマスを法定祝日とする国、地域では、古くから信仰される多宗教への配慮から、多宗教の記念日もクリスマスと同等に法定祝日にしているところが多い。日本でもクリスマスを国民の祝日にしようという動きもある。クリスマスの後に年末年始休暇となるため、有給休,休暇などを活用すれば、 長期休暇が取りやすいという利点がある。しかし、多くの企業にとって、年末はいわゆる繁忙期、書き入れ時であることもあり、実現の見通しは全く立っていない。さらに、日本国憲法が規定する、政教分離の原則から、特定の宗教の記念日を祝日とすることは難しい。なお平成年間においては、 天皇誕生日が12月23日であったため、クリスマスを祝日にした場合は、両日に挟まれた24日が、自動的に国民の休日となり、3連休が発生する、可能性があった。秋人が、平成31年4月30日で退位したことに、伴い、実現しなかった。明治維新以前1552年に、諏訪国山口において、 カトリック教会の宣教師、修道司祭であるコスメデトーレスラが日本人信徒を招いて交誕祭のミサを行ったのが日本で初めてのクリスマスである。しかし、その後江戸幕府の禁教令によってキリスト教が禁止されたので明治の初めまでの200年以上の間隠れキリシタン以外には受け入れられることはなかった。一部の例外として 長崎で島のオランダ商館に出入りするオランダ人たちは、キリスト教を禁止する江戸幕府に配慮しつつ、自分たちがクリスマスを祝うため、オランダの当時の祭りという方便で、オランダ正月を開催していた。これには、幕府の役人や、蘭学者など、オランダ人と付き合いのある日本人も招かれた。また、長崎に住むオランダ通りの日本人たちの間でも、 これを真似て祝うことがあった。オランダ召喚の者たちは、江戸に出資することもあったが、彼らを迎え入れる江戸の役人たちは、オランダ正月を参考に、オランダの料理や、文物などを用意して、オランダ人たちをもてなしたと伝わる。明治、大正時代、子供の友1914年12月号、差し絵日本で、クリスマスが受け入れられたのは、 1900年に明治屋が銀座に進出し、その頃からクリスマス商戦が始まったことが大きな契機であった。大正時代になると児童向け雑誌や少女雑誌の12月号には表紙をはじめとしてクリスマスにまつわる話や差し絵がたくさん導入された。1925年に日本で初めてクリスマスシールが発行される。 1922年発行の古都戦日本大事件には、安子高祭という漢字表記が見られる。昭和明治以来、皇位継承に伴って、日が変更される休日には、天朝節と選定祭の二つがあった。1926年12月25日の大正天皇法行に伴い、1927年3月4日に、当時の休日法、 休日に関する件が改正され、昭和時代の選定祭にあたる大正天皇祭が設定された。日本でクリスマスの習慣が広く普及したのは12月25日が休日となっていた、この時代からとされている。1928年の朝日新聞には、クリスマスは今や日本の年中行事となり、サンタクロースは立派に、 日本の子供のものにと書かれるまでに普及していた。昭和初期の頃、銀座、渋谷道玄坂から浅草に至るまでの多くのカフェや喫茶店においては、クリスマス料理の献立を用意し、その店員は、クリスマスの仮装をして、客を迎えた。この様子を1931年12月12日の都新聞は、7404のカフェと2504の 喫茶店に華やかにクリスマスが訪れサンタやサンダイタボー棒を着たすと報じた。第二次世界大戦の最中、1944年に撮影された加藤春戦東大では前線部隊の食堂でクリスマスツリーが飾られているシーンが映っている。昭和現代東京丸の内ビルディング1948年7月20日に国民の祝日に関する法律が施行され、 大正天皇祭は休日から外されたが、以降もクリスマスは年中行事として定着し、行事も盛大に行われるようになった。また、12月23日生まれである秋人が行位にあった。平成年間にはクリスマスイブが天皇誕生日の振り替休日となる年もあった。ショッピングセンターでは、早いところは11月上旬からクリスマスツリーが飾られ、 クリスマスセールが行われる。店内にはクリスマスソングが流れ、洋菓子店ではクリスマスケーキが販売される。街中では街路樹に豆電球が飾り付けられる。庭のある家庭では庭木や家屋に電飾を施すこともある。商業施設などの場合、12月24日のクリスマスイブにイベントを開くことがある。イギリス及びイギリス連邦諸国では、 12月26日に、使用人や配達人にプレゼントを渡すボクシングデーがあり、1月6日までをクリスマス期間ともしている。一方、日本では12月26日になると、クリスマスの飾りが一転して、門松などの正月飾りに付け替えられたり、小売店などでも、正月準備用や大掃除用商品の陳列、販売が中心となる。 BGM もお正月が流れるという点が世界的に見て特徴的である。これはクリスマスを神聖な宗教行事としてではなく商業行事としてみなすだけで正しい理解を示さないがために起こる状況である。近年では1月1日のカウントダウンイベントが盛んになる12月31日深夜までイルミネーションがそのままにされているところも出てきている。 日本でもクリスマスは大きなイベントとして定着したが、やはり本場のキリスト教圏と比べるとその規模は小さいという指摘もある。2014年に旅行サイトのスカイスキャナーが発表した宗教的あるいは個人的、思想的な理由などでクリスマスを祝う習慣がなく、クリスマスの大騒ぎを避けたいと思っている人に勧める、クリスマスを避けるために行く。 国トップ10のランキングでは、イスラム国家のサウジアラビア、アルジェリア、イランや、仏教国のタイ、社会主義国家の中国や北朝鮮などを抑え、日本が1位となっている。サンタをたまに見かけるかもしれないが、日本はクリスマスが祝日でなく、12月25日も、人々は普段通り仕事をするためである。ファーストフードでクリスマスを祝う風潮は、日本独自のものであり、 海外では、キリストの高誕祭を安価なファーストフードで祝うのは、いかなものかという見方が主流である。教会日本のキリスト教教会のクリスマス賛美、礼拝、2010年キリスト教の教会は、多くの場合、キリスト教と、またその教派の信徒であるか否かを問わず、門戸を開いており、信徒でない人もクリスマスの礼拝に出席することが、可能である。日本各地の、 聖教会の番頭、生体礼儀や、カトリック教会のミサ、聖公会の前幽霊杯、交担日聖餐式に、信徒でなくても三等することができる。またプロテスタントの諸教会でも、非信徒の三等を歓迎しているところが多い。家庭日本人男女を対象とした2006年の統計調査によると、クリスマスは誰と過ごすか、との質問に対し、 家族との答えが約6割と圧倒的多数を占め、またクリスマスの過ごし方は家でのんびりするが群を抜いて1位となるなど日本人がクリスマスを家庭で過ごす傾向が明らかになった。また子供たちにとってはサンタクロースがプレゼントを持って来てくれる嬉しい日である。独身者家族と過ごす人。 恋人と過ごす人、友人と過ごす人、家で一人で過ごす人など、クリスマスの過ごし方は様々である。しかし、1930年代から、パートナーのいる人にとっては着飾って、パートナーと一緒に過ごしたり、プレゼントを贈ったりする人なっている。1931年には、パートナーのいない、不幸な青年たち、ママ、独身者には、方々のレストランが、 一円均一のクリスマスディナーを売り出すなどして歓迎したとも報じられた。2005年11月に行われた一都三県の20から39歳の独身男女計474名のインターネット利用者を対象とした調査では調査対象者の約7割がクリスマスは恋人と過ごしたいと考えていると回答した。2006年インターネットリサーチ会社 デメスドライブ、クリスマスの過ごし方に関するアンケートでは、30歳、大女性の43.5%が、自宅でパーティーなどをすると回答している。これらの風潮について批判もあり、イタリアのベネルディ氏は2010年12月24日、クリスマスの東京愛を祝うと題した記事で、人口のわずかしか、キリスト教徒がいないのに、多くの人がプレゼントを交換し合うほか、 男女の愛の祭りとなっていると評した。多くの日本人は宗教行事としてイベントを行ってはいない。教育機関クリスマス行事は幼稚園、保育所、小学校などでも行われることがある。祈りを伴った正式の形で行われるのは、いわゆるミッション経営に限られている。スポーツの場合クリスマスに第一番がある時には、どの大会でも、 聖夜決戦と呼ばれることがある。中央競馬の有馬記念がクリスマスに行われる場合はクリスマスグランプリと言われることがある。米国の長老派協会での高短劇クリスマスを題材にした文学で著名なものとして19世紀イギリスの小説家ディケンズの中編小説クリスマスキャロルがある。主戦やスクルージがクリスマスに食い改める話で 1843年に発表され大成功を収めた。この小説はハリウッドとイギリスの映画会社によるクリスマス映画の中で20世紀において最も多く映画化された物語となった。人魚姫や裸の王様など多くの童話で知られるデンマークのサッカーアンデルセンはクリスマス当日の話は書いていないが、1845年作の大晦日の物語、 マッチ売りの少女の主人公は、寒さに凍えて、売り物のマッチに火をつけ、一時の楽しいクリスマスの夢を見る。ベルギーの劇作家、メーテルリンクの青い鳥はフランス語の童話劇で、1908年にモスクワ芸術座で、スタニスラフスキーの演出によって上演され、大成功を収めた。 クリスマスの夜に見た夢の中で1年間にわたって幸せの青い鳥を探すが見つからず目覚めてみると枕元の鳥かごの中に探していた青い鳥がいたという兄チルチルと妹ミチルの物語で英語圏で評価が高い西方協会系統の協会や小学校幼稚園などではしばしばクリスマスの直前の日曜日などに主に教会の信徒の子供や児童 演じたちによって、パジェントと呼ばれる、キリスト皇坦の物語の演劇が、教会の礼拝中や学校、園の中、はたまた街中などで上演される。アメリカのビルボードチャートでは、クリスマスソングに限定した、シングルチャート、クリスマスシングルスが、1963年から1973年、1983年から1985年の12月、 前後に発表されていた。2011年からは、クリスマスシングルスチャートの事実上の復活といえる、楽曲チャート、ホリデー100が毎年12月前後に発表されている。また、ビルボードチャートでは、クリスマスアルバムに限定した、アルバムチャート、クリスマス LP、S、クリスマスアルバムス、ホイルデーアルバムスも毎年12月前後に発表されている。 ユッシュドノエルジンジャーブレッドマンといえ、ローストチキンドイツイエーナのクリスマスマーケットスウェーデンの神聖立体型ユーレカレンダークリスマスに関する消費主義や人々の馬鹿騒ぎに対する批判の演言は古代にまで遡ることができる。古代ローマで行われていた12月の祭りであるサトゥルナリア祭について4世紀にはキリスト教徒ではないギリシャ人の思想家リバニオスが 消費への衝動がすべての人を捉えている。一年中金をためいた者が突然消費に走る。と批判したと伝わる。このサトゥルナリア祭に代わって真冬の祭りとなったクリスマスに対して17世紀のある文書はクリスマスを祝う人々の大部分はキリストの御名をひどく汚すような仕方でこの祭りを行っている。この祝日は 主演、馬鹿騒ぎ、狂気地味た陥楽などに費やされている。この祭りは、サトゥルナスマスとかいっそのことデビルマスという名で呼ばれる、方がふさわしいのである、と批判している。現代の研究者は、クリスマスにおける世俗の主演的気分について、サトゥルナリア祭などのキリスト教以外の祭りの名残を、指摘している。第六十五代ローマ教皇、ベネディクト十六世は、 無限在の聖マリアの祭日とクリスマスの間の聖なる高端祭を準備する期間について2005年に以下のようなコメントを発した。現代の消費社会の中でこの時期が商業主義にいわば汚染されているのは残念なこと。このような商業主義による汚染は高端祭の本来の精神を変質させてしまう恐れがある。 高単歳の精神は、精神の集中と、落ち着きと、喜びであり、この喜びとは、内面的なもので、外面的なものではない。教皇ベネディクト16世の2005年12月11日の、お告げの祈りの言葉また2012年12月19日には、フィナンシャルタイムズへ寄稿し、その中で、以下のように述べた。ローマ教皇が経済史に寄稿するのは、 非常に異例だという。クリスマスには聖書を読んで学ぶべきだ。政治や株式市場など、属性の出来事にどう関わるべきかの啓示は、聖書の中に見つけられる。貧困と戦わなければならない。資源を公平に分かち合い、弱者を助けなければならない。強欲や搾取には、反対すべきだ。クリスマスは、とても楽しいが、同時に深く内省すべき時でもある。 私たちはつつましく貧しい馬小屋の光景から何を学べるだろう。Atime for Christians to Engage with the World アメリカ合衆国をはじめとする欧米諸国などでは1990年代後半頃以降宗教的中立性と政教分離の観点からクリスマスを祝わない立場の人に配慮して公共の空間に飾られたクリスマスツリーを ホリデーツリー、メリークリスマスという挨拶の代わりに、ハッピーホリデーズなどと言い換えるケースが出てきたが、キリスト教右派団体からは、批判を受けている。ありがとうございます。